天皇期間説事件とは1935年に起こった事件。天皇期間説という大日本帝国憲法の解釈学説が不敬であるとして攻撃された。天皇期間説は、統治権は法人である国家に属し、国の最高機関である天皇が国務大臣の保筆を受けて行使するとして、軍事に関する天皇体験への内閣の権限を根拠づけた。 内閣からの軍事への権限行使を排除したい軍部と、当時の岡田内閣を批判する野党が、共に天皇機関説を攻撃することで結びついた。1935年2月18日、貴族院本会議の演説において、菊池武夫議員が、見延べた地議員の天皇機関説を国体に背く、学説であるとして、看板なる無本であり、明らかなる反逆になるとし、見延を、学費。 無本人と避難、偉大ワクスラと、奇襲上院有志懇談会を作り機関節廃撃を決議した。松田源次文部大臣は、天皇は国家の主体なのか、天皇は国家の機関なのかという論議は、学者の議論に任せておくことが相当ではないか、と答弁していた。岡田圭介首相も、文章と同様に、学説の問題は学者に委ねるべきだと答弁した。菊池議員は、 この前年にも、足利高氏を評価する記事を10年以上前の同人誌に書いた中島熊吉商工大臣を日本の国体をあきまえないと非難して辞任に追い込んでいる。菊池議員はそもそも南北朝時代に南朝方に従った菊池氏の末裔だとして貴族になった身で天皇を申請する陸軍の幹部でもあり、また右翼団体の国本社とも関係があった。 この菊池議員の演説をきっかけに、行動派による機関説への攻撃が激化する。同年2月25日、美延べ議員が一心上の弁明として天皇機関説を平易明瞭に解説する釈明演説を行い、議場からは一部拍手が起こり、菊池議員までもがこれならば問題なしと語るに至った。しかし、3月に再び天皇帰関説問題を蒸し返し、 議会の外では、行動派が挙げた、抗議の怒号が収まらなかった。ただし、そうしたものの中にはそもそも天皇帰還説とは、何たるかということすら理解しないものも多く、恐れ多くも、天皇陛下を機関車、帰還者、帰還中に例えるとは、何事かと激高するものまでいるという始末だった。最終的に、天皇帰還説の違憲性を政府及びその他に、認めさせ、 これをもとに、野党や、行動派が天皇帰還説を支持する政府、数密院議長その他、陸軍統制派、元老、重臣、財界その他を排撃を目的とした清争であった。見延べた地の一審上の弁明演説さる2月19日の本、会議におきまして、菊池男爵その他の方か私の著書につきまして、ご発言がありましたにつき、 ここに一言一心上の弁明を見むるのやむを得ざるに、至りましたことは、私の深く遺憾とするところであります。今会議において、再び私の著書を挙げて、明白な反逆思想であると言われ、無本人であると言われました。また学費であると断言せられたのであります。日本人民にとり、反逆者、無本人と言われるのはこの上なき侮辱であります。学問を専攻している者にとって、 学費と言われることはこらえがたい侮辱であると思います。いわゆる機関説と申しまするは、国家それ自身を一つの生命あり、それ自身に目的を有する、恒久的の団体、すなわち法律学上の言葉をもって申せば、一つの法人と観念いたしまして、天皇はこれ、法人たる国家の原種たる地位にありまし、国家を代表して、国家の一切の権利を騒乱したま 天皇が憲法に従って行わせられまする行為力、すなわち国家の行為たる効力を生ずるということを言い表すものであります。一審上の弁明演説、見延議員の釈明演説が新聞に掲載されると攻撃はかえって増幅した。これに乗じて野党声優会は機関説の提唱者で当時数密院議長の要職にあった一聞きと苦労や、 金森徳次郎内閣法制局長官らを失脚させ、岡田内閣を倒すことを目論んだ。一方政府は陸軍大臣からの要求をのみ、議会終了後に美野部を取り調べることを警察に指示、出版法違反を理由に美野部議員の著書、憲法殺用、築城憲法正義、日本国憲法の基本主義の3冊を発禁処分とした。また文部省は、 国体名庁訓令を発し、これに基づいて政府は、九百三十五年八月三日と同年十月十五日の二度にわたり、国体名庁に関する政府声明を出して統治権の主体が天皇に存することを明示し、天皇機関接の教授を禁じた。見延部の貴族院議員辞職願さらに、見延部議員自身も内務省警保局長、唐沢俊樹によって不経済で告発され、 検事局で取り調べを受けた。しかし、この取り調べに当たった検事さえもが、見延部議員の著書で天皇期間説を学び、見延部が試験官を務めた高等試験司法科試験に合格して検事になっていた、ありまだった。結局、見延部議員は基礎猶予処分となったが、同年9月18日に、貴族院議員を辞職した。翌年、見延部は右翼傍観に銃撃され、 重傷を負っている。1937年、文部省は、先の国体名調声明を踏まえた、国定の本義を制定して、全国の教育機関に配布した。その内容は、天皇帰還説は、西洋思想の無批判導入であり、帰還説問題は、西洋思想の影響を受けた一部知識人の平風に、原因があると断じたものだった。第二次世界大戦後、 ポツダム宣言に基づく改正憲法の機運が高まる中、明治憲法を支持する見延べは、数密院にて、現行の憲法を天皇期間説解釈に戻せば、議会制民主主義は復活できると、新しい憲法に断固反対した。政府、自由党、社会党の憲法草案は、すべて天皇期間説に基づいて構成された、ものであった。しかし、天皇を最高機関とせず、 国民主権原理に基づく日本国憲法が成立するに至り、天皇期間説は解釈学説としての使命を終えた。ありがとうございます。